はい、こんにちは、ジャンゴです。今回はマジバトの動画撮ろうと思うんですが、ちょっとガチャ引きたくなったので、ガチャ引く動画撮ろうと思いますってことで、新キャラのね、この鈴木狙いで、このステップアップね、ステップ5の確定枠まで引いてみようかなと。まあ、それでも4分の1なのかな？うん。でね、単発の方も、これね、ステップ10まで引いても150なんだよね、霊石。だから150で10連1回引かせてくれるのと、まあそんな変わんないんだと思えば、単発も引いてもいいかなと、思いまして、引こうと思います、これも。で、もう一つね、まあ潜在覚醒も来てるしね、100で引けるんだったら、初回分はね、引いてもいいかなってことで、この3つっていうかね、まあ、ステップ5までと、単発ステップ10までと、あとこの初回の100霊石のやつのね、3つを今回はガチャ引こうかなと思います。ってことで、とりあえずジュンブラから引こうか。まあね、サポート2体がね、ちょっとね、正直ハズレかなっていう気もするんだけど、まあどうせね、そもそも星5が出るかっていう話なので、行きましょう。ゴー！おし！ここどうせ出ないけど100だしって言ってたら、こういうとこで虹が出るわけね。さあ、まあ稽古なら勝利。稽古なら勝利だけど、他の2人だとちょっと微妙かなっていうのが、まあ性能的な話で言うなら、お、あ、稽古だね、これは。この、なんかチョコレ、板チョコっぽい背景は、ステントグラスね。オッケー、まあこれならね、いいかなって感じですね。さあ、じゃあ続けて、単発の方からいきますか。これは、ステップ10までね、引いて、ステップ5とステップ10でね、星5確率2倍が来てるので、まあ 10% でね、引けるところがあると、いう感じですね。まあ、サクサク単発は行きましょう。森。オーラもない。はい。おお。次。2回目。森、黄色。オーラはさっきよりある。はい。おお、星4になった。一応進歩したね。じゃあ次、星5かな？さあ、来い。ステップ3。お、場所が良くなったね。しかし、オーラがない。誰も来ない。星3。進歩したのか、交代したのか。まあ、次も場所がいいままであれば、お、そしてオーラはない。ダメ。さ、今回が星5 2倍。来い。2倍ってこのガチャ 5% だから 10% のはずなんだよね。10% なら、チャンスが、ないとも言えない。なあ。次。今度はステップ6に戻って、また少し安くなったよと。ただ森に戻ってきちゃった。はい。次。おし、オーラはでかい。あーん、誰も来ないのかい。さあ次。森が続くな。
オーラもない、誰も来ない、これ一番最低の演出じゃない？まあね、単発でそういう悪い演出をね引いとけば10連の方で逆に来るんじゃないかということで、さあ、来るか？一回ぐらい、ああ。はい、じゃあ単発のラストかな、次が。星5確率2倍 10%。さあ来い。森よりはマシだが、オーラが死んでる。ダメかー。はい、というわけで、まあ単発10回は空振り。じゃあ次、本命の、ステップアップね、1から5まで引いていきますか。まあ道中でもね、何体か、おし！マジで来た！さあ、できれば新キャラ、そして2枚抜きあれば嬉しい。さあどうだい、コエンマだね、これ。コエンマはね、どんなだったかな、揚力タイプか。でもまあ揚力チームもね作ってみようかなっていうことで言えば、まあ火ダメ現象に体力回復、必殺技受けた時5回、あ、これ結構前列につけとくと硬いんじゃない？はいはいはい、なるほどね。まあいいスタートじゃないかな。じゃあステップ2いけ。お、いや場所と矢印の色は悪くなくて、オーラもあるからこれは来たね。虹ではないけど、あれ？うっそー。今最初の流れだけ見たら完全に来てたのに。ちょっとポイントガチャ挟むか。さあ。そしてちょっとお茶を飲もう。残念。比叡まで来たからね、ちょっと来るかと思ったけど。じゃあ仕切り直して、ステップこれが3かな？ステップ3、200。いけ！よし！場所は悪くない。オーラがない。さあ、来い！ダメかー。はい、次がステップ4。4。4は、まあ、メダルの負け。いけ！どうだ？最初以外空振ってるかな。来い！よし、オッケー！道中でとりあえず2枚は引けたか。お？なんだこの、足があるな。でもこれ鈴木か？鈴木の足か？足しかわかんないぞ、これ、上の方。おーし、オッケー！美しい的か、鈴木ゲット。とりあえず、これでね、ノルマは達成というかね、ま、手に入れたいところとしては、ま、メインキャラね、たまに違うの使ってみたいかなって意味では、ま、育てるのちょっと時間かかるけど、鈴木はありと。ま、ただね、5色入れたい、特性上ね、ライゼンと合わせて使えないのがちょっと、難点だけど、
まあ狙いのね、キャラはゲットできたので良かったかなと。じゃあラストの確定枠。まあこうなると出てほしいのはシシワカかな。さあ。まあ割と、気軽に弾けるかな。青森ダメだよ。オーラワール、まあ確定なので、さらっと、いきますけど、さあ、コエンマか。まあでもコエンマは使ってみるのありかな。まあ一回被ったし。はい、というわけでね、今回は、これで50連でしょ。単発もまあ10連でしょ。で、あとこっちの10連だから、まあ70連引いたのかな、全部で。70連と、まあポイントガチャ単発1回。71回引いて、星5が、稽古、コエンマ、コエンマ、鈴木か。4人かな。まあ70連で4人はまあそんな悪くないんじゃないかな。初ゲットもいたし。ってとこですかね。でね、稽古に関しては、まあ潜在用に取っとくのもありなんだけど、でも D ランクとか E ランクでね、潜在させたところでっていうのがあるので、まあ普通にね、総合力を上げるために、こうやってね、育てていこうかなと、思ってますって感じかな。お、赤レンジャーも、育ちますね。まあ SSS。あとは、メインはなしか。あれ、鈴木どこだ、ちなみに。あ、鈴木いた、一番下にいたわ。なるほど。で、サポートのコエンマが、ここにいまして、まあ、覚醒させておこうかな、という感じですね。はい。まあ、そんな感じかな。違う。一覧で、鈴木見て、枯れかけた夢を咲かせてもらったこの鈴木、きっと働きを持って恩返しをさせていただく。ただまあこの状態の鈴木ってね、原作で戦ってるとこは出てこないからね、なんだろう、アニメでは出てきてんのかな。そんな感じでね、ちょっとなんかこれ見て思いつくの、フィンガーフレアボムズなんだけど、むしろっていうね、感じですが、まあちょっとね、育てて、使ってみたいかなとは思います。というわけで、今回はこれで終わりにしようと思います。ありがとうございました。よいしょ。